サーチギャラリー、サーチギャラリー、ソチギャラリーは、ロンドンにある現代美術専門の美術館。2003年の春から2005年秋までの間は、サウスバンクにあり、1986年に、サッチャー政権下で廃止されたグレーロンドンカウンシル、大ロンドン市会が入居していた、古いロンドン市庁舎、カウンティホールを使用していた。2006年に一時閉館したが、 2008年10月9日に、ロンドン南西のチェルシー地区に新規開館した。ヤングブリティッシュアーティスト、ヤングブリティッシュアーティスト、略称、ユーバと呼ばれる、1990年代に一躍有名になった、イギリスの若手アーティストの作品が充実しており、ジェイク・アンドディノス・チャップマンや、ダミアン・ハースト、ロン・ミュエクなどの刺激的でインパクトのある作品が揃っている。 すべてチャールズ・サーチという人物の個人コレクションであり、コレクション数は3000を超えるという。2010年、サーチは自らのコレクション及びギャラリーを政府に寄贈することを発表している。アメリカ、ヨーロッパ、中国など世界中で展開する広告代理店、サーチサーチ、ソチソチの創業者でアートコレクターでもあるチャールズ・サーチ、百四十三年、 イラクバグダードのユダヤ人、コミュニティ生まれが自身の個人的なコレクションを展示するため、1985年にロンドン北部に開いた個人経営のギャラリーが始まり、当時はアメリカやドイツの戦後美術、ポップアートなどの有名作家ばかりを中心に高価なコレクションを築いていたが、会社を呼び、サーチ自身の財政難によりほとんどの作品を手放した。 その後サーチは1980年代後半に入り、アート収集を再開したが、今度は、時刻のまだ世に知られていない若い美術家の作品を、安値で収集する方針に切り替えた。彼は、美術大学の卒業展や、オルタナティブスペースの展覧会など、評価の定まらない若者の展覧会を精力的に回った。その頃、1980年代後半に、 美術大学を出た若者たちは、当時賃貸していたロンドンの商業ギャラリーに相手にされず、芸術支援はサッチャー政権に大きく削られたため、美術家で自主運営するオルタナティブスペースを廃工場や廃倉庫で次々に立ち上げていた。その中でフリーズ、フリーズという インスタレーションなどによるグループ展をドックランズの配送庫で開いていたダミアン・ハーストらをサーチは見出し、その作品を買い上げた。広告業界の大物がまたコレクションを開始したこと、しかも今度は若く反抗的で不愉快な作家ばかりだということで、サーチのコレクションは美術ファンや大衆タブロイド氏から猛攻撃を浴び、2000年代に入っても、 美術関係者の中にはこれらの作家たちに反感を隠さない人々もいる。その一方、ブリッドポップなど音楽、文学、ファッション、映画にわたる1990年代前半のイギリスの若文化の流星に伴い、イギリス美術も急速に世代交代し若い世代の注目を集めることになる。サーチはこれら、ヤングブリティッシュアーティスト、 ユーバと呼ばれるようになった若い美術家たちの最大の保護者として注目され始めたばかりの作家の作品を次々買い上げていった。彼らは後にターナー賞を相次いで受賞し、商業ギャラリーも彼らの作品を扱うようになるなど、サーチ効果は抜群だった。再オープンしたサーチギャラリーはこれら新しく集めたコレクションを常設展示する場所となった。 1997年9月18日に、サーチコレクションを中心にした展覧会、センセーションが、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツで開催されたが、多くの絶賛と罵倒を同時に浴びる展覧会となった。特に、1960年代の、ムーアズ殺人事件での悪名高い幼児、連続誘拐殺人犯、マイラ・ヒンドリーの肖像画は、被害者遺族の抗議を受け、会期中にある観客に、 便器で襲撃された。この展覧会は多くのマスメディアで話題となり3ヶ月で40万人が詰めかける大盛況となりイギリス現代美術がイギリスの人々に身近となりかつ若い世代から最先端でポップなものとして受け入れられるきっかけになったその後ニューヨークとベルリンに巡回し大きな反響を得たがニューヨーク会場のブルックリン美術館ではルドルフ・ジュリアーニ市長が クリス・オフィリの像の墳を置いて、聖母マリアを描いた作品に反発し、美術館への援助を打ち切ると言い出し訴訟が鮮となった。こうした展覧会を通じ、ユーバ作家たちの作品も様々な美術館に収まり、反抗時だったユーバ作家らも栄えあるイギリス美術館の一員となっていった。サーチは評価の上がったユーバ作家らのコレクションを一部手放して、多大な収益を得て、それを さらなる作品購入やギャラリーの拡大に使うことにした。2003年、サーチギャラリーはより多くの観光客のいるカウンティホールに移った。近現代美術の展示場としては難しい、旧視聴者の重厚な空間への設置には賛否両論があったが、優馬作家の主力作品であった巨大インスタレーションなど場所を取る作品が常設展示できるようになった。 隣接するロンドン水族館やダリユニバース、ロンドンアイなどと相まってより一般の目にコレクションが触れるようになった。2004年5月にはイギリス最大の美術運送保管業者もマート社の倉庫火災で多くの美術作品が燃える事件が発生し、サーチコレクションも主要な作品を含む100点以上の作品が消失するという日にあった。 サーチはこの被害に落胆したという。この頃からサーチは、コレクションの軸足を、イギリス以外のヨーロッパ大陸の若手が形、などに移し始め、2005年初頭から開かれた、絵画の勝利、ザ・トライアン・フロー・ピンティングというタイトルの、常設展では、優馬作家はほとんど展示されずもっぱら絵画、ペインティング、油絵やアクリル画などのコレクションが公開された。また、 ユーバの作家の代表作で、サーチギャラリーの目玉だった作品群を一気にオークションにかけ、イギリスからダミアン・ハーストラの代表作がアメリカなどへ流出する事態になった。またカウンティホールのオーナー、日本企業である白山植産との賃料をめぐるトラブルがあり、サウスバンクを離れて、チェルシーのスローンスクエア付近の使われていない陸軍、兵舎シャート、区デュック・オブ・ヨーク、 S ヘッドクォーターズに移転することが2005年9月に発表されている。2005年10月にサーチギャラリーは白山植産との裁判で敗訴しカウンティホールから退出した。サーチ退出後のカウンティーホールは複数の劇場を持つ演劇のためのセンターとなる予定になっている。チェルシーでの再オープンは2007年となるはずであったが伸び伸びとなり2008年10月に 再オープンすることになった。再開第1回目の展覧会は、革命は続く、中国からの新しい芸術、テレベルシオン・カンティニズ・ニューアート・フロム・チャイナと題された、超・超アキラ、ツヨシ、リ・マツ・マツ、孫玄、ホウ・ラを中心とした中国現代美術の展覧会であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。